はい、どうも皆さんこんにちは、エルグランド R34 です。まあこれちょっと上がる頃は分かんないですけど、今一応ねメリークリスマスということで、メリークリスマスおめでとうございます。すごいね、これ俺の影ここ映って、ですね、今回は彼女さんと、おデート行ってきましたですけど、それはいいんだけど、ちょっとね、降りたとこが降りたとこだったんですけど、ホビー用がある場所で、なんていうんですかね、今年はやっぱり、去年は読売行ったのかな、行ったんですけど、やっぱりコロナとかの関係があって、まあ、人混み避けようということでね、もう誰も降りなそうな、まあ、駅に降りたんですけど、そこにちょっとホビー用があって、行くところがないんで、じゃあホビー用行こうかとか言って まあ、自分的にも、ホビオフとかちょっと思ったんですけど、なんとですね、もうクリスマスの日だからこそすごいものを手に入れてしまいました、はい、とりあえずね、車の方から、紹介します。まずこちら、マッチボックスの謎の車、はいですね、1970年うちの親が生まれた年ですね。年バレるわ。まあ、これ100円だったんでいいかなと思って買ってきました。でね、これね、走りがすごいスムーズなんですよ。ほら。すごいですよね、これ。ほら。もうすごいね。はい、まあ、この感じですね。マッチボックス。持ってないんで、あんまり。まあ。まあ、ちょっとレトロが。まあ、これ1900、なんか調べたら70年の車だけど、車というか、まあ、未来風にデザインした車らしいです。あのね、席がよく見ると、ここで運転席なんですよ。運転席は普通なんですよ。見てください。後ろ、こっち向いてるんですよね。いやー、いい、面白い車ですね。まあ、でもこれでもね、未来の車ということで、もう今から見たらなんか古そうなあれですけど、まあ、いいんじゃないですか。なんか、ちょっとね、不思議な感じがあって、面白い。で、続いてね、こちら。BMW の、シリーズ1のなんかクーペかなんかだった気がします。はい。合ってる、書いてある。こちらですね、マイストですね。はい、ですね、ちょっとこれ、トミカのタイヤに交換しようかなと思ったのと、ちょっと見ててね、この、なんだっけ、これ。もうよく出てこねえんだ、こうやって俺。もういいや。マフラーだ、そうだ。マフラーとかね、このリアのとことか、この前色具合もそうですけど、すごくリアルなんですよね、前とか見ると。ほら、ちょっとね、見たらちょっと気に入っちゃって買っちゃいました。これも110円、まあでも今クリスマスセールしてたんで25日まで、まあ10% オフでした。いや、これちょっとかっこいいね、これもちょっと最高です。はい、続いて、これは、はい、米沢ですね。米沢原子ですね。米沢の、トヨタトラックしか書いてないですね。メイドインジャパン。これもね、何の車種なんやろうね。これすごいレトロですね。ダイナじゃないよな。なんだこれ。あ、でもね、トミカにこんなのあったよ。キャリアカーのやつ考えたら昔の。あれ、車種わかんないんだけどね。ちょっと古すぎてもトラックはわかんないんですいません。いや、でもいいですね、味があってね。これ一応ね、でもここはちょっともう折れちゃってないんですけど、まあこうかなり動くというギミックがついております。はい、サスペンションがついてるんですね。ほら、まあこれも110円でした。の 10% オフです。まあとミニカーは最後スコージャス。はい、ホンダシービックタイプ R、 めっちゃボロボロ、ありました。もうこれもね、最近暴落してる、トミカあります、値段がね。まあこれはちょっと塗装を綺麗にしたいかなとか言ってね、めっちゃあるよそういうやつ。もう今こことかにもあるもん、ほら、やばいよね、すごいっすよ。めっちゃあるんですよ、めっちゃ見っけて、めっちゃ買っちゃうんで、めっちゃあるんですね。まあ綺麗にしたいと思います。はい、でですね、ちょっと今回の大目玉、これっすよ、見てください。トミカタウンのね、コスモ石油が売ってました。でね、意味が分かんないですよ。この4台だけ最初買って、もう出ようとしたんですね、2人で。そしたらですね、店員さんがこれ丸めて捨てようとしてたんですよ、袋に入れて。で、ちょっとよく見たらね、この、その丸めてるその台の前でやってたんですよ。その台のとこ見たら、その商品があったんですよ、これ袋入ってる状態で。あ、これはやばいと思って、店員さんにちょっと声かけたんですよ。袋入ってるのいくらですかって言ったら、ですね、ここにはね、500円って書いてあるんですよ。ほら、なんですけど、まあちょっと箱はね、ボロボロなんですよ。なんと220円。やばい。これやばいっしょ。
どういうことみたいな。なんで500円で売ろうとして、しかも箱捨てなきゃさ。ね、まあボロボロだから捨てちゃうんだろうけど、もったいないですよこれ本当に。もうね、裏とかもう懐かしい、懐かしくはないね、僕の年代ではないんですけど、あのもうね、商品のね箱をね捨てちゃうというね、すごいもったいねえと思って。いやもうあの本当にあの時間まで行けよかったなんて、全然これあの捨てようとするまで多分これ気づかなかったです、この商品で。ね、見る限りなんか店員さんに聞いたら、なんで220円か聞いたら、後ろが接着剤くっついてるって、見たらもともとくっついてるんですね、これ。もともと組み方なんて、多分つけた、その、作られた時にこう、取れないように、なんかくっついてるんですよ、接着剤は。で、それを店員さんが勘違いしたみたいで、これは別に不良品とか、前の持ち主が塗ったとかじゃない。まあ、ただやっぱね、ちょっと焼けちゃってるとか、まあ、シールね、ドラえもんがいっぱいとか、著作権大丈夫なのかな、本当に。ちょっと心配だね、それが。まあ、あるんですけど、まあまあまあ、看板もあるんで、結構良さげじゃないですか、ほら。これで200円。で、まあ、190円かな、でした。やばいね、ちょっと、普通に。これは。開けましょう、ちょっと。もう、クリスマスプレゼントっすよ、真面目の。本当に。いや、超嬉しいよ、これは。いや、でも、なんで調べなかったんだろう、箱もあるのに。売れなくないぞ、これ。なんか、やっぱ、調べる人によって値段変わりますけど、やっぱ、ちょっと、ミスりましたね。これ相場大体綺麗だと、ヤフオクとかだと1500円、あ、間違えた。1万5000円とか1万ぐらい。で、箱なくて中身だけでも4000円ぐらいで売れるんで、自分も現物を初めて見たんで、ちょっとびっくりした。部品を一回ちょっと下ろそうか。はい。じゃあまず本体から見ていきます。本体はこんな感じになってます。コスモス石油です、本当に。でですね、すっごいな、これ。こことかね、見えるかな、ちょっと、ほら、価値現金、すごいね、こんなリアルなんや。で、中もこんな感じで、再現、されています、ここね。で、これ売店ですね。で、これが、レギュラー、なんて書いてあるの、マグナムか。ですね。廃屋じゃないのね。あれ？あ、でもね、ここがちょっと、割れちゃってますね。しょうがないっすね、これは。100円な、いやもう190円なんで文句が言えないというか、てかもうこれ500円でも文句言わないよ、これは普通に。で、これね、ギミック的にはモータートミカの、止め方なので、ここ、まあ、プラレールみたいに、こう、あ、こっちか、こっちを押すとね、こう上がるんで、車がこう来ると、まあ止まるんですね。で、発車させたい時にこれ押すと、こっちを押すと発車するみたいな。まあ、モータートミカでやるやつ。モータートミカも道路も車もあるんで、今はもう今度やってみたいと思います。これ、メイドインがチャイナですね。と、でもね、まあ、真面目で汚いってわけじゃないね。ただ、ちょっと股間が吹っ飛んでるのは多分、こいつっすね。オイルメニュー。まあ、多分、これを店員さんは、勘違いしたんでしょう。あ、でもこれ、口かな、まあ、わかんないね。まあ、とりあえず、これ本体ですね。よいしょ。で、まあ、続いて、こちら。そのモータートミカの、この端っこにくっついてる、道路が、ちゃんと2つ、ついております。で、これは、洗車機ですね。洗車機も、ついてます。ちゃんとスポンジが残ってる。すげえ。すごいね。ここにも、ここにくっついてるんですね。で、これあれですね。最近のトミカの道路のタウンの駐車場ですね。これは、関係ないです。まあ、で、もう嫌ですね。まあ、ちょっと著作権が怖いんだけど、本当に。大丈夫？これ、仮面ライダーフィギュアのドラえもんがやばいんだよね、確か。まあ、嫌ね、こんな感じで。もともとなかったのかな。あ、でもまあね、コスモ。これは後で貼っときたいね。ちょっと剥がれちゃってるんで。はい。はい、コスモ。でね、これ、看板。ちゃんと、2つシールの剥がれがなしで、くっついてます。ついてます。いや、これすごい。素晴らしい。で、まあ、これさっきの、後ろの、カーオイルメニューですね。で、自販機が2つ。こっちが付属してて、コカ・コーラって書いてあるのかな？いや、違うな。かわいいね、この自販機。昔の自販機ですよ。レトロっすね。こっちは多分セブンイレブンかなんかに入ってる自販機だと思います、これは。でもなんか、今のトミカとはね、これないんでね、こういうの。いや、いいっすよね、この時代のさ、トミカって。面白い。で、ちゃんと柱あったんですね、ガソリンスタンドの。いや、これすごいよ、本当に。すごい。とりあえずね、容量があるか分かんないけど、組み立てたいと思います。
いやーすごいね、こんなことあるよね。もうこれガチでクリスマスプレゼントやない？こんな、いやすごいわこれ。もうだって揃ってるって言っても過言じゃないじゃん。ちょっとめんどくさいんで、こっちのあのさっきの壁はくっついてないんですけど、部品揃っとるやん。多分全部揃ってんじゃないこれ。まあ、木はないけど、木とガード、あれなんだよ、人と人間とプラケツかの、あの昔のやつと、あれはないけど、まあうちねそんなダダ余りですし。いやこれすごいよ。ちょっと自販機めんどくさいんで、ここね2つ。いやこれすごいすごいすごい、見てください。もう揃ってますこれ完全に。うわすげえわ。これが199円、すごいっすね。いやー嬉しい。こんなまあシール貼ってあってもあれですね、ちょっと焼けてても500円だったら買ってますね。これは素晴らしい。これはこちら、コスモス石油の、紹介でした。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。